アミューズボイスアクターズチャンネル、イエーイ。はい、おはよう、おはよう、こんにちは、こんばんは、おやすみ、いつみかりんです。うわ、どうしよう、なんか久々。なにわの北九州、前田香織です。どういうこと、どういうことやねん。あ、はい、お腹ペコペコです、船戸ゆりえです。あ、リハギできました、小泉萌香です。お願いします。YouTuber としてのなんか挨拶みたいなの作って、うん、作ったんだったっけこれ、なんかやってたんだけど、でもそう、久々でかりんちゃんがちゃんと言ってくれて、うん、思い出しました。思い出した。久々にやったことなかった、うん、初心もやっぱり忘れてはいけない。初心大事。私も何も思い出せなかった。はい、ということで、これが占領アクター、役が振られて、でその役になりながらなんかこう NG ワードを言わせる、うん、なんかルーニャンできんの、やばい。やばい。ね、ってことで早速やっていきたいけど、これが何あれかな、シチュエーションのカードかな、うん、なんかいっぱいあるよ。めっちゃあるね。めっちゃあるよ。やば、飛行機で、休館。え、でもさ、ちょっと4人しかいないからさ、うん、こういう飛行機での休館とかだったらさ、うん、休館がいないとさ、うん、あ、確かに成り立たないね。急になったらうーって言わないとだもんね。うー、確かに成り立ちそうなやつを4つじゃ出して、それでランダムで。あ、そうしよう、そうしようって感じにする。じゃあまずシチュエーション好きなの、うん、うん、どれがいい。誘拐、誘拐、倒産寸前の会社。もうなんかこれだっていう風にやる、悩んじゃうよね。もう誰か目つぶって引こう、うん、あ、じゃあフォニアに引いてもらう。そうしよう、そうしよう。はい、うんと、うんと、うんと、15枚くらい、左から20枚目、うん、ないかな。15枚って言ってないカード。ごめんね、一往復した。じゃあ、じゃあ、じゃあ、うん、右から3番目。あ、じゃあ上、上、修学旅行の夜。お、いいじゃん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 、面白いじゃん。いいじゃん。修学旅行の3日目の夜。ああ、ちょうどいい。男部屋は恋の話で盛り上がっていた。なんとあいつは明日あの子に告白しようと思っているらしい。おお、え、男湯、うちら湯、何で言うの、男部屋。あ、男部屋。暗躍、うん、A、明日あの子に告白する人。ああ、うん、すごい重要人物。主人公、うん、A 出なかったら終わる。終わる、ね、A はちょっと置いとこ、 A、 そうだ、ね、A は置いとこ、 A って。 B、 明日あの子に告白する人の親友。あ、 B も必要かな。 B はいるかもね。いや、でも C も必要だよ。そう、何、 C は実はあの子のことが好き。あー、 C 絶対いる、 C いる、 C いる。え、なんかちょっと緊張してきた、どうしよう。DEF はちょっと、うん、わ、 F、 F やばいよ。 F 何、 F、 実はあの子の彼氏。うわー、 F いるよ、 F いるよ、 F いる、 F いる、 F いる、 F、 これ結構、これだ、 F、 F、 これでいいんじゃない、これでいい。やばい、A やつ、これでいこう、これでいこう。ちなみに D はあの子の幼馴染で、うん、これもいいね、うん、これもいい、幼馴染。 E は、うん、E もいるかも、見回りの先生。あ、そうなると B もしかしたらいらないかな。え、親友省いた。あ、逆に親友省いた。おじ P に見回りの先生やってもらう。あ、そうしよう、あ、そうしよう。じゃあ B を置いて、見回りの先生なんだっけ、 D だっけ。まあいい、いい、いいか、いいか、おじ P がいいね。おじ P がいい。もう決定、先生役でお願いします。ってことで、いや、え、やばい、泥沼なんだけど。やば、何このドロドロ、すでにドロドロ、昼ドラみたいな。え、待って、普通にこれやりたいんだけど、待って、これしかもさ、だって NG カード引かなきゃいけないんだっけ。そうだ、忘れてた。NG、あ、そうだ。で、誰が何役っていうのを決めなきゃいけない。キャスティングお願いします。お願いします。あ、じゃあ、じゃあ小泉さんにはこの役。あ、はい、ありがとうございます。やった、船戸さんはやっぱり役が合うと思うんですよ。 ありがとうございます。無責任なキャスティングなんだけど、これ、はい、やっぱりこれかな。頑張ります。頑張ろう。うん、やばい、やばいよね。 A の方、あ、あ、はい、明日あの子に告白する人です。B の方、俺、はい、B、 親友。おー、イエー。 C の方、C、と、実はあの子のことが好きな、好きな子
実は同じ人狙ってる。あ、ということは、そして F、うん、実は彼氏。お前危ない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 。そうだよね、そうだよね。で、みんな多分絶対付き合ってること知らない、うんうん、知らない、隠してんだもんね、隠してるはずだから。オッケーオッケー。で、2、よし、じゃあ、P。 はい、私から、うん、P。 私はこれ。はい、じゃあ私はこれ。自分は見ちゃいけない。見ちゃいけない。はこれこれで、おじP これ。おじP はやっぱりあるんだ、はい、これね、これ。あ、おじさんはちゃんと参加してください。そうだよ、ちゃんと参加してください。先生だから。見ちゃダメだよ。じゃあ、開けていきますか、うん、はい、せーの、ドン。どういうこと、あ、なるほど。かみんな役は入った？ OK、A 君ね、okay。うん、よーい、スタート。いやー、何、修学旅行終わっちゃうな、もうちょっとで。あ、そうそう、てかさ、みんなにちょっとさ、聞いてほしいことがあるんだけどさ。おい、何？俺さ、明日さ、美恵子に告白しようと思って。え、ちょっと、いや、美恵子？そう、美恵子。どんな感じが好きなの？うんうん、どんな感じが好きなの？ああ、みえこ、え、いや、いろいろあるけど、俺がさ、だってノート忘れた時に絶対貸してくれんの。絶対俺のこと好きだよ。いや、それ全員だよ。え、いや、そんなことねえだろ。全員じゃない。え、いや、絶対俺んだって。優しい、みんなにじゃない。あ、そうそう、そういうこと。そう、分かってんな、お前。親友は親友だから。だろ？そうそう。そう、みえこちゃん、マジ可愛いんだよね。いや、みえこちゃんはどんな性格の子なの？あれ、でも、え、どうなんだろう。え、まあ、なんかこの間、俺と一緒にちょっと、二人きりになる時間がこの間あったの。あ、昨日たまたまちょっとね、え、ジュース、自販機で。どこで？あ、自販機、ジュース買いに行った時、たまたま一緒になって。あ、そこの？あ、そうそう。で、だろ、なんかね、絶対あいつ俺のこと好きだと思うんだよ。で、あの、ジュース買いに行ったら、なんか、あの、一個当たりが出たから、あの、あげるって言ってくれて。なんかそういうとこ？マジ。あ、天使って感じ。どういうとこ？そう天使って感じ。いや、でも、うん、あれじゃない？あの、うん、みえこちゃんは、うん、僕にも優しいから、いや、多分、うん、女にだと思うんだよね、うんうん、え、なに？どうした？どうした？なに？どうした？いや、だから、違う、うん、あの、英語だけじゃないよっていうことが言いたいみたいな、うんうん、あれ？あれ、なんかそんなキャラだっけ？あれ？いや、うん、そうなんだよね。あ、うん、いや、2人ともなんか勘違いなんじゃない？え、違うんじゃない？なんか、え、そうかな？え？マジで？うん、違うんじゃない？え、やっぱそうかな？でも、他の子も、うん、もう優しいじゃん。ああ、まあまあ、確かに確かに、ね。え、でもさ、どう？なんか、B 男から見て、え、絶対なんか俺んだけ優しい気がするんだけど、そんな気しない？そんなことない？それはちょっとわかんねえな。あ、ほんと？あ、じゃあ俺の勘違いなのかな？そう、勘違い。どういうタイプがみんな好きなの？え、芸能人で言うと、やっぱどういう？うん、好き。そうだな、俺だったら菅野美穂。菅野美穂みたいな、ちょっとこう清楚な感じ。いいね、いいね、いいね。え、逆にどう？理由は？私は北川景子。あー、いい。だから北川景子、景子ちゃん可愛いね。可愛い、景子ちゃん可愛いね。え、逆にどうなの？どう？僕は田中みな実。あー、攻めるね。そっか、うん、そうなんだな、うん、でも全然だってじゃあ違くない？あのね、好きな芸能人と美恵子と、うん、なんか印象違うなって感じがする、うんうん、タイプ違う。まあ、確かに、そっか、なるほどね、タイプが違うのか、うん、でも勘違いなんじゃない？あ、でも確かに急になんか俺あのタイプ好み変わった時あってさ、あれいつぐらいだっけ、いつぐらいだっけ、なんかさ、でも中身が良かったんじゃない、うん、あー、中身なのかな、やっぱ外見より性格派、うん、あー、なるほど、うんうんうん、はい
やばい、やばい、やべ、逃げろ、寝ろ、やべ、寝ろ、寝ろ。寝てまーす。すやすや。すやすや。ショート時間深夜2時って聞いた。すやすや。でも違います違います。でも先生おかしいです。だって今日水曜日だから水曜日は見割りの時間をなんかちょっと増やすって言ってました。そうですよね。言ってない。嘘。何曜日だ。何曜日？何曜日でしたっけ？じゃあ多分違うと思いますそれ。うん。最終日。最終日って何曜日ですか？え、最終日？最終日って最終日やな。最終日っていつ？何曜でしたっけ？今日何曜でしたっけ？え、先生無視ですか？え、先生、あれ先生、答えてくれないんですか？ひどいな。寝ないですよ、俺たち。うん。平日もだって月、火、水、木、金。そうですそうです。5分の5分の1のどれかですよ。どれか何曜日か言ってください。じゃないと俺たち忘れちゃった。下手。急に下手。どうしてもおじぴをはめさせたい。気持ちが、いやあれだった、みんなの気持ちが一つになりすぎて悟られすぎちゃった。どうしても言わない。何曜日でしたっけ？何曜日でしたっけ？明日何曜日です。てか待って、自分の NG ワード知りたいんだけど。何？見ちゃった。っ見ていて、うん、時間。あ、性格。あ、うん、確かに危うい。乗り物？出なかったね、乗り物は。でもなんか繋げんの難しかった。うわ、むず、こんなん予想もできん。うん、芸能人はね、うん、まあ、もうね、うん、しょっぱなからやられたね。ね、普通に。普通に。この中で一番の占領役者は。なんか どういう基準？誰でもないです。ちょっと修行が必要です。みんな5人とも言わせよう言わせようが、うん、の前に出ちゃった。ちょっと分かりやすかった。みんなピュアだった。はい、はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、というところで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。またねー。おもろい。なんかおじさんにやられたってところが皮肉は、皮肉はない。悔しい。悔しい。